これ太いな。もう上の方の枝って中くらいのサイズにしたくても葉っぱがないんですよね。暮らしのマーケット大学です。今回は庭木の剪定です。教えていただくのはこちらの方です。古谷ガーデンの代表の古谷です。スタッフの野沢です。スタッフの東です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。古谷さん、今回剪定していただくのはこちらの木なんですけど、はい、暮らしのマーケットさんで香木っていうのが7メーターが基準なんですけど、はい、この木は8メーターとか9メーターぐらいある大きな木かなと思うので、はい、なかなか素人の方だと登って切るっていうのも難しいので、うん、ちょっと大変な作業になるかなと思ってます。今回のお客様のご要望です。電線にかからないように高さを詰めながらも家の目隠しになるよう高さはある程度維持したい。また下の部分は家の間の通路や隣の家との目隠しになっているのであまり切らないでほしい。そして駐車スペース上部の枝に鳥が止まって糞を落とすので短く切り詰めたいとのことです。今回、チームの皆さん3名体制でお仕事していただけるということなんですけれど、どんな感じの段取りになりますか？そうですね、僕と、東が、登ったり、はい、あとは外側に脚立を立てて剪定していくんですけど、はい、でそれを下をゴミ野沢がゴミを集めたり、はい、トラックに積んでいったりする作業を分担でやろうかなと思ってます。はい、わかりました。チームワークというところにも注目していきたいと思います。それでは早速作業を開始していただければと思います。はい、まずは頭の位置を決めたいと思うので、早速木に登って剪定を始めていきます。こういうのもいらないけどな、ここ。結構登りやすい。こう登りながらもいらない枝、他の木にかぶってるような枝をチェックして、まあ、場合によっては切りながら登っていったりもします。この木は表面だけを毎回切られてるような切り方をされているので、中の方の枝が、ちょっと多すぎるのと交差して絡んでしまってるような枝が結構ありますので、そのあたりは少し大胆に切っていこうと思います。まずは電線に当たらないようにっていうことなので、そのあたりまでは高さを少し下げていきますので、その高さをまず決める作業から始めます。どこがいいかな、高さ。こっちは、うん、いらないかも、正直。これも、うん、これはおいおいいらないかもしれない、うん、そうするとトップはこの流れでここぐらい。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、今真ん中になって一番トップになる枝を決めましたんで、その高さより高いものはズバズバ切っていきます。刻んどいた方が良さそうです。なるべくなんですけど、今回ちょっと上の方は強く切り戻してるんで、なかなかセオリー通りにはいかないんですけど、できるだけ外向きとか綺麗な方向に伸びてる枝を
残すようにしてます。でなるべく切るときは葉っぱや小枝があるところで切っていきます。この木は金目餅って言って生け垣なんかにも使われるので、葉っぱがないところで切ってもそこから吹いてくるのでそれほど気にしなくてもいいんですけれども、まあ、仕上がりの見栄えとか、まあ、木にとってもこういった小枝があるところで切り戻すのが大事になってきます。かなり大きな木なので下の方に光を入れるためにも普通の人だと驚かれるぐらいの量でちょっと強めに切ります。下から見るので見栄えとしてはすごく切ってるんですけれども、そんなに不自然にはならないです。いい枝か。すごいねこれ。これぐらいの大きい木って1日に何本ぐらいできそうですか？これぐらいになると1人だったら1日かかっちゃうかなっていう感じですね。なので今日は3人なので2時間から3時間ぐらいで1本、なので同じサイズだと1日2本か頑張って3本ぐらいですかね、はい。あと今回はそれほど高さを冷たくないっていうことだったので、それでも結構切らせてもらってるんですけど、もっと大胆に小さくしたいっていうご要望だと作業としては早いですね。ゴミがすごい量出るってなかなか大変なんですけど、スピードはちょっと速くなるかなと思います。どうしようかな。これが芯でこの辺はいらんよな。真ん中の木の木下さんいらっしゃるあたりですか？はい、そうですね、まあ、一応木の中心、はい、あたりで大きい木でもちっちゃい木でも一緒なんですけど、全体の木の流れというか、はい、幹の流れみたいなものを意識するっていうのが結構大事で、はい、そのあたりがちょっとプロと素人との違いになってくるかなと思うんですけど、イラストで自分で木を描くときにやっぱりヒューッとスラッとした絵を描くと思うんですよね、はい、あんまりこうくねくねしてるのは描かないと思うんですけど、はい、基本的にはそういった流れのいいもの、大きい木になっても意識して切っていきます、はい、なので、今回は下から2本の木が出ててちょっと一つにくっついちゃってるような感じなんですけど、この流れからスラーっと一番
一番いい流れでまっすぐ行ってる幹がどれなのかなっていうのを見極めて、その先端を一応仮のトップ、こっちで想定して、一番幹が流れがいいものの上にぴょこっと葉っぱが出てる、枝が出てるっていうのを選んでトップにします。でそれよりも全体的にこう低くなるように他の枝を決めていくっていう感じですね。やっぱりこことかを見てもこの幹が一番いい流れでまっすぐ行ってると思うんですけど、これとこれとかすごい近いところで同じ方向に伸びていってるので、ここまで大きくなると切るの大変なんですけど、樹形としてはこっちかこっちのどっちかがいらないっていうような考え方をします。なのでそこで1本落とすと上の方がだいぶ抜けてくる、はい。ただあんまりやりすぎると今度ガボッと穴が開いちゃったりして、はい、樹形的には良くなるんですけど、まあ、今回のお客様だとそんなに葉っぱを少なくして小さくしたいっていう要望ではないので、その加減ですね。やりたいんですけどやりすぎてもこっちの自己満足になってしまって緑が楽しめなくなってしまうと、それはそれでご要望と違うので、そのあたりを考えながらちょっと切っています。こまめに剪定好きでされている方でしたら、早めに2つあるうちの1つを取っておくと大きくなっても自然な樹形になりますね。なので小さい木でも大きい木でも考え方は一緒なんですけど、はい、やっぱここまで大きくなると一本一本も重くなってノコギリも切るのが大変だったりするので、ちょっと素人では難しいかなとは思うんですけど、僕らはなるべく幹もかっこよくて緑も楽しめるっていうのを、まあ、お客さんの要望を聞きながらバランス見て、1回でやらずに例えば2年3年後ちょっとずつ整えていったりっていうこともできるので、そういう風にしてます。今かなり実は上の方は幹の流れがいいものをなるべく残して切るんですけど、もう上の方の枝ってこういう風になっちゃってて、中くらいのサイズにしたくてももう葉っぱがないんですよね。葉っぱがあるところで切ろうと思うと少し大胆に切ることになるんですけど、上の方は実は結構透けてるんですが、こうすることによって中に光が入って、光が当たるとそこから芽が出てくるので、ほったらかしにしておくとちょっと長く中が葉っぱが何にもないっていう木になっちゃうんですけど、また光が当たるとこういうところからまた芽が出てくるので、それで大きくしすぎずに維持していく手入れになります。で今回高さに関しては一回り小さくしますねということで、一応お任せしますっていうふうに言っていただけたので、はい、そのように切らせてもらってます。ゴミの量もまだこれ全体の5分の1ぐらいしか切ってないんですけど、5分の1、はい、それでもこれぐらいの量が出てくるので、下で一人ゴミを片付ける担当の人がいると全体的にすごいスムーズになりますね。これはそうですね、一人だとかなり大変ですよね、はい、効率的に3人いた方が作業ができます。そうですね、剪定のセオリーとして上の方は光が当たりやすくて伸びやすいので、はい、結構しっかり切るんですけど、下の方は割と多めに上からだんだんとグラデーションになっていくような切り方が剪定の基本なので、上の方よりは下の方は少し葉っぱを残し目に枝を残し目に切ります。でそれがちょうどお客様の要望とも合ってくるので、そこはセオリー通りにやっていければなと思ってます。これ落としちゃおうかな。で今ちょっと下から見てもパッと見て気になるのが、一番気になるのがこの枝なんですよね。この幹がこう流れてきて、まあ、比較的この2本はいい流れでこう来てるんですけど、その一番まっすぐに伸びた木にこう斜めに交差するような感じで伸びてるので、これがいわゆるちょっと樹形的に気になる枝なので、ちょっと太いんですけどこれは思い切ってもうここで落としてしまおうと思います。入れます。
実はこれがクロスしてるんで、これも結構気になるんですけど、もう木がくっついちゃってて若いうちから綺麗な剪定ができればくっついたりしなかったんですけど、あんまりやりすぎると上の方がもうガリガリになっちゃうので、今回はちょっとこれは残しておきます。いくつかまだ気になるものがあるんですけど、1回目なので選びながらやってます。でこういう内側の細かい枝は基本的には取ります。ただたまに今後この木を切りたいなってなった時に、はい、ゆくゆくいい方向にこれの代わりで伸びてくれそうな枝が出てれば、そういうのは選んであえて残しておきます。例えばこういう枝とかはここからこう伸びてくると今度これを切れるので、これに交換していくことができるので、そういうのは残すんですが、まあ、基本的には切っていきます。さっきの太い木が、はい、なくなっただけで、はい、あ、そうですね、結構違いますね、はい、木が、まあ、絵で描いた木のように、うんうんうん、はい、スーッと、やっぱり他のとこう絡んでるっていうのが結構気になるんですけど、まあ、ただお客さんでそこまで気にしてない方ももちろんいるので、ちょっとそのあたりもこういうのが綺麗ですよねっていうところから理解を得て説明して、やっぱりいい剪定っていうのをお客様にも知ってもらって、でそれを提供できれば綺麗な剪定をされた木がどんどん増えていくと思うので、会社としてはそれを目標に頑張ってます次はどんな作業になりますか？あ、ちょっと今休憩させてもらって、だいたい上の方が透けてだいたい剪定ができてきたので、次は、まあ僕が、脚立に乗って、外側少しこう切り詰めてほしいっていう要望だったので、うん、そこの最終位置を確認しながら外側からちょっと切る作業をして、上とバランス見て整えていきたいと思います。はい、わかりました。この枝もこっちの木からこっちの木の方までぐーっと行っているので、その枝がこれと交差してきてるんですよね。最終的に緑で覆ってる場所も少しこの枝と被ってるので、思い切ってこっちは樹形を見て取っちゃおうと思います。はい、2回に分けて切るってどうしてですか？あ、そうですね、長いくて結構まあ枝自体が重いっていうのもあって、まあ、一気にバーンって落としちゃうと、まあ、一つは危なかったりとか壁傷つけてしまったりとか、でもう一つは切り口も綺麗にできるだけ切りたいんですけど、重いものを切るとこう一緒に皮がベローってむけてっちゃうことがあって、切って水を吸い上げる期間が木の皮のすぐ近くを通ってるので、皮ごと剥いてしまうと残った枝を傷めてしまったりとか、そういうのもあるので、できるだけ切り口がきれいに切れるように2段階に分けて切ります。で下のライン決めた方がいいよな。ピョン、これいらない、これ元で、うん、いいね。
すごい冷たいんだな。ここで切るしかないか。まあ、お客様が言っていたラインがだいたいここぐらいなんですよね。で、まあ、本当は理想を言うとこういうふわっとしたこういう枝でなっていると一番自然なんですけど、一つは葉っぱがあるところで切りたいっていうことと、どうしてもこういう枝がないところで切るしかないので、そういう時はちょっと思い切って詰めて、ただあのこっちからの幹の流れで大きくはいい流れをどういうふうに今後伸びていくのかっていうのを意識して樹形は作ってますんで、あのこの後切ったところからこういうふうに吹いてくると、あのそれで綺麗になっていくようなイメージで、伸びてから綺麗になるような剪定を心がけてます。でこの辺を切るのもちょっと下の方からたどって、樹形を見てます。で こっちからこう来てこういう風に、でこれもこう伸びてるんですけど、この枝っていうのはあってもいずれそっちにぶつかってっちゃう枝なので、あのそういうのを取ったりとか、あのこういう風にまっすぐ刈って、こう幹の流れから急にビヨーンと真上に伸びているようなのは他の幹といずれすぐに被ってきてしまうので、あの落とします。で内側 あの関係ない方向に伸びてったりとか、あの内側の枝っていうのはあのいずれ使えるような枝がなければあの取ってしまう。こうすることで中はあの葉っぱがあんまりない状態になるので、より下の方に光が当たりやすくするために中の枝は取っちゃいます。でちょっと、下から見てなんですけど、今こういう幹の流れを作ってるんですけど、この辺までは綺麗な流れになってるかなと思うんですけど、この木がこの流れとこうクロスするような感じで入ってるので、ちょっと思い切る感じですけど、この枝はちょっと取っちゃおうかなと思います。これ太いな。どうかなこれ。ここ？いらないかこれ。あっちだもんね。いらないね、これね。ここか。うん。あとは上か。そうですね、やっぱりこっちの方は
こう間延びしてしまってるので、はい、お客さんが切ってほしいっていう位置ぐらいで今切ってるんですけど、はい、どうしてもちょっと寂しくなっちゃうんですが、はい、まあ1回強く切ることで内側の方から光が当たって、はい、あのいい枝が出てきますので、あの逆に中途半端にやらないとずっとそこから同じことの繰り返しになっちゃうので、ここはまあお客様の要望でちょっと詰めてほしいっていうこともあったので、少し寂しいですけど、あのしっかりやらせてもらったっていう感じですね。はい、切るか。この辺か。でもこれちょっと多すぎるよね。今、東にやってもらって、ちょっと道路に出過ぎてる部分をちょっと詰めたんですけど、細かい枝がこうどうしても多すぎるで、ただもう詰めただけでもちょっと葉っぱがだいぶ減っちゃうんですよね。表面を刈り込み剪定だけを続けてるとどうしても中の枝が間延びしてきちゃって、いざこう小さくしたいっていう時に葉っぱが内側に残ってなくてちょっと寂しくなってしまうっていう感じで、ただ今回お客さん そこまで緑減らすのを悩まれてたので、そのあたりのバランスをちょっと見ながら、プロとしては一回整理したいっていう気持ちもあるんですけど、あの了解取れる範囲でちょっと仕上げたいと思います。なので少しだけ枝を間引くような感じですかね、はい、悩ましい。ここまで大きい木だと、で毎年手入れされてないと一発で綺麗にっていうのはなかなか枝がなくて難しいので、そこがお客様との打ち合わせで何年計画で綺麗にしていくかっていうのをちょっと測りながら、
こか。ここ結構難しいんですけど、この辺は目隠しにして茂らせたいってことなんで、あんまり切れないんですけど、この辺が一番、例えばこれはもう他のこう太いところからこう出てる枝と全く違うような伸び方をしていて、これはできたら例えばこう来てたらここからふわっとこういう風に伸びてくれるといいんですよね。なので例えばこれをこの辺で切ってしまっても、ここからまた葉っぱが吹いたらすぐ他の枝と当たってきちゃうので、そういうのに関してはここら辺からこういう風に枝を作ってほしいなっていう将来的なイメージを持ってちょっと強く切り戻します。ここでもいいですし、ここに芽があるので、でもどうかな、そうですね、一回ここで、明らかにいらないなという枝を先に取って、そうするとだいぶ葉っぱの数が減るので、その後でちょっとこの辺りを整えていく。でどうしてもあんまり切らないでって言われているのなので、そのバランスがやっぱり難しいですね。ただここからこういう風にふわっと出てくると、あの木としても形もいいですし、この辺がこんもりすれば最終的にお客様の要望にかなうので、あのその辺を作業後も説明して納得いただけたらなと思ってます。で本当はこういうのも本当は撮りたいんですけど、はい、そこまでやっちゃうとさすがにここがなくなってしまうので、今回はこの辺を整えますけど、もしこの辺が育ってきたりして、また次回頼んでいただけたら、今回はこっちを取ろうかなとか、そういう風に考えますね。なので表面だけをこう整えれば、あの一見見栄えも良くてすっきりはするんですけど、ちょっと将来的な伸び方をイメージして、あの剪定させてもらってます。この枝があった方がいいか。で同じ理由でこれもビヨーンと行ってしまってるので、逆にこの枝がこう育ってくると思うんですよね。この辺からもっと吹けばこの辺を覆ってくれるので、そうするとこの枝ってあんまりある意味が、今はちょっと寂しいですけど、ここから若い芽がこっち向きに吹いてくれれば流れも自然ですし、この辺が埋まるって考えると、この幹は逆にこれがあるとそういう枝が出てこなかったりするので、ちょっと取ります。これは枯れてるんで切ります。ないか、ちょっと降りたいけどな、この辺、下の方は多分あっても意味ないから、この辺、うん、ここどうしようか、ちょっと間引いてもいいかもしれないけど、
今のお悩み、一番そのポイントって、まあ、この剪定って、まあ、刈り込みというかそのラインでバスバスって切って木の樹形、自然な樹形を整えるって剪定とはちょっと違う考え方になるんですけど、はい、朝お客さんとお話した時にともかく電線にかからないで緑の量はできるだけあった方がいいっていうお話だったんで、そうなるとこういう剪定になるんですけど、ちょっとやっぱり枝数が多いのと、まあ、毎年毎年同じラインでこう切らなきゃいけないで、ちょっと全体的な形を整えるっていう剪定にはならないので、はい、そこがどっちがいいのかなっていう、もう少し枝を減らしてあげてもいいのかな、ただこれぐらいでいいのかなって、ちょっとお客さんに聞いたりとかするところかなと思いますね。正解っていうのがないところでもあるので、はい、ちょっと悩みながらちょっとほどほどにやります。ちょっと登ろうかな。でもこれこれか。これ取っちゃう。これ取ったら結構寂しくなるかな。ちょっと待ってね。もうここまで来たらいい。ここまで来たら変わんないかな。これが茂れば、取ってもいいけど、あまりにも変だから、
あれ気になる。あ、あれ ?4 って。確かに。これぐらいにちょっと本当だと幹の流れで気になるのもあるんですけど、はい、あんまりやっても寂しくなっちゃうのでこれで一度お客さんに見てもらおうかなと思います。はい、わかりました。フレアガーデンの皆さん、作業お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしいチームワーク、お仕事見せていただいていて、チームで仕事をされているっていうところで、はい、まあ、良さというか強みみたいなのはどこにありますか？一人で、ずっとコツコツとやるっていう職人の世界もあるかなと思うんですけど、一緒に作業していく中でお互いに知ってること知らないことを交換し合ったりするもう一つチームでいく成長できるポイントかなと思ってます。はい、ここが、まあ、提供できる価値というか強みなんじゃないかなというふうに思われるところは何かありますか？どうしても一人でやってるとすぐに予約がいっぱいになってしまって、はい、たくさん予約をいただいているのに対してお断りするんじゃなくて、高い技術を持った状態でそれをできるだけ提供していきたいって思っているので、同じクオリティで適正な価格でどんどん増やしていきたいっていうのが一つ目標ですね。暮らしのマーケットに出店して良かったことあれば教えてください。口コミを暮らしのマーケットさんのシステムでとっても大事な要素になっていると思うんですけど、やっぱりお客様の反応というかどういったところを喜んでくださっているのかっていう、例えば事前のメッセージのやり取りが丁寧だったとか、いろいろな悩みを聞いてくれたとか、もちろん剪定自体がとても技術があって綺麗だったとか、そういったお客様の声を直接聞けるっていうのがより自分たちのサービスを見直す上でもすごく役に立つ。新しい方も積極的に採用されてるというふうにお伺いしたんですけれど、はいはい、どんなふうな思いで採用されているんですか？ちょっと職人の世界でもあるし技術の世界でもあるんですけど、はい、僕自身がとってもその剪定っていうとかお庭の手入れっていうのを楽しくて、とてもいい仕事だなと思って、でちょっと修行とかちょっと苦しいとか、もちろんそういった部分もなくはないんですけど、はい、できるだけ楽しいとか嬉しいっていうを共有していく仲間っていうような感じで、あんまり上下関係ではなくて横のつながり、一緒に未来の庭を作っていく、チームメイトみたいな感じで技術をどんどん伝承していければ、またこれまでと違った業界の新しい未来につながるような、そういう会社を目指しています。業界的に言うと見て覚えろ的なところが多いのかなと思うんですけれど、見て覚えろだと
年数がかかっちゃうし、いかに楽しく分かりやすく そして早く一人前になれるような、うん、あの教え方。一緒に働かれているあの2人も未経験から始められたっていうことがあったんですけど、あの古谷の考え方にすごく賛同するところがあって、僕もまだやり始めて4年ぐらいしか経ってませんし、はい、平君、野田君もまだ1年もう一人で現場行って頭張って切ってこれる。そうですね、分からないことがあったらあの聞けば教えてくれる。未経験で入ったんですけど、すごい良かった。特性で得意不得意があったりするので、はい、野沢君なんかは結構高いところをあの登って切るとかそういうのに興味があったりとか、はい、僕は苦手だったりもするのでそういう適材適所で得意な人が得意なところを伸ばして、うん、で総合的に会社としてチーム力が上がれば、うん、それに越したことはないので、これからも皆さんの素敵なチームワークで綺麗なお庭が増えていくのを応援しています。ありがとうございます。ありがとうございました。この動画がためになったよという方はぜひいいねボタンを押してください。またこの YouTube チャンネルに出演したいというプロの方いらっしゃいましたら、ぜひ暮らしのマーケットまでご連絡ください。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信していきますので、ぜひチャンネル登録の方も忘れずによろしくお願いします。